左、アップルサイダー右、リンゴジュースアップルサイダーとは、リンゴを原料に作る、ムカムカト糖、ノンアルコール飲料の、アメリカ合衆国を呼び、カナダの一部での呼び名である。リンゴ化肉粒の見学により透明でなく、使用するリンゴの種類により、一般的なロカ済みリンゴジュースよりも味が濃い。スイートサイダー、ソフトサイダーとも呼ばれる。この無調整サイダーは、 季節商品の飲料であり、貯蔵期限が制限され通常は秋に飲み、販売されるが、冷凍して一年中使用することもある。伝統的に、ハロウィン、感謝祭、クリスマス休暇に供され、温めて、香辛料を加える場合もある。ワイン農園の主導のリンゴ圧搾機。粉砕機で、一方の籠を満たし、圧搾スクリューの下の籠と入れ替える。 サイダーという用語は、世界的にはリンゴを原料とした、発酵アルコール飲料に対して用いるが、アメリカ合衆国を呼び、カナダの多くではこれに対して、ハードサイダーという用語を用い、単に、サイダーと呼ぶ場合には、蒸気のようなムロカ、ムカと、ノンアルコールのリンゴ果汁飲料を指す。アメリカ合衆国では、無添加の、リンゴジュースと、サイダーの区分には、曖昧さが残る。 個々の状態には、相違がある。例えば、マサチューセッツ収納業資源局によると、リンゴジュースとアップルサイダーは、共にリンゴを原料とする、果汁飲料であるが、相違がある。無調整のサイダーは、果肉の粒や沈殿物を取り除くろ過処理を行わない、生のリンゴジュースである。リンゴジュースは、ろ過処理で、固形物を取り除き、長期保存用に低温殺菌したジュースである。 真空パックや、さらなるろ過処理により、ジュースの賞味期限が伸びる。カナダでは、カナダ食品検査局が、低温殺菌していない、アップルサイダーを規制している。現代の農業地区のサイダー工場、特注の一括処理で圧作して、必要に応じて、大量の容器に詰める。近代的手法により、従来の自家製飲料が製品として製造可能になった。 約2キログラムのリンゴで1リットルのアップルサイダーを生産できる。リンゴは洗浄、切断し、アップルソースの状態になるまですりつぶされる。出来上がったものを布袋に包み、木製、またはプラスチック製の台の上にスースを積み重ねる。これを油圧プレスで一度に絞り、ジュースは冷蔵タンクに流れる。このジュースを瓶詰めして、アップルサイダーとして販売する。 初期の生産方法では、人力、または、馬で動かすリンゴを粉砕する、重い回転板を持つ石製、または、木製の粉砕機と、果肉からジュースを圧搾する圧力を与えるために、巨大な手動スクリュープレスが必要であった。圧搾中に果肉をこすために、一般に、藁が使われていたが、後に、荒織りの布が使われるようになった。技術の進歩に伴い、 写真の圧搾機のようなロータリー式のドラム、粉砕機と小規模の手動のカゴ式圧搾機が使用されるようになった。現在は小規模圧搾処理のほぼすべては一般にラッククロースプレス、棚と布圧搾機と呼ばれる絞り布とポリプロピレン製の棚からなる電動油圧器具および電動ハンマーミル破砕機を用いる。これらの近代システムでは 5キログラムほどのリンゴから1リットルのジュースを生産できる。低温殺菌しないアップルサイダーや汚染された果汁からの腸管出血性大腸菌感染症流行によってアメリカ食品医薬品局が1998年に新規制を勧告し、続いてカナダが2000年に法規制した。大規模なサイダー製造販売は アメリカ食品薬品局が1998年に勧告したすべての生の果物及び野菜ジュースに適用される規制のもとにある。2001年に FDA が提出した規制が決議され、事実上すべてのジュース製造業者は、ハサップの管理に従い、熱による低温殺菌、紫外線殺菌照射、または他の実績ある、 殺菌方法を用いることが求められる。その結果、アメリカ合衆国内のアップルサイダー販売のすべては、消費者への直接販売を除き、病原体のご追数値減少を達成する、ハサップ原則に基づいて生産しなければならない。u V o o 処理及び他の技術は、法規制に準じているが、低温殺菌が最も一般的に使用されている。 操作直前の小規模水圧式リンゴ圧搾機。約140リットル生産する。アップルサイダーは、通常、数種類のリンゴをブレンドして味を調整する。最も高品質なブレンドのために、リンゴ生産地では、サイダー工場の間にはいくつかの競争がある。在来種、または固定種がブレンドされることが多い。現在、低温殺菌していないサイダーは、 リンゴ生産地の果樹園や小さな田舎の工場で現地販売のみされている。低温殺菌していないため、シードルで自然発生した酵母が生きており、時間とともに発酵が起きる。冷蔵していてもなお、サイダーは一週間でわずかに炭酸ガスが発生し、やがて発酵により、糖分がアルコールになり、ハードサイダーと呼ばれるようになる。この発酵を使用して、 ハードサイダーを生産したり、さらなる酸化により、リンゴ酢を生産する業者もいる。ホットアップルサイダー、または、モルドサイダーは秋と冬に人気の飲み物であり、アップルサイダーを煮立つ、直前の温度に温め、シナモン、オレンジピール、ナツメグ、クローブ、または、他の香辛料を加えて作る。スパークリングサイダーは、ろ過しない、またはろ過した、アップルサイダーで作る。 炭酸飽和したノンアルコール飲料である。シャンペンの代わりのノンアルコール飲料として、祝祭で供される場合がある。サイダードーナッツは、生地にサイダーを練り込み、サイダー工場で販売される場合がある。秋にサイダー、ドーナッツ、リンゴ収穫のために、リンゴカジュエニアを訪れることは、アグリツーリズムの大きな区分である。ありがとうございます。